はじめまして。はじめまして。サイガチャンネル委員長のサイガです、平社員の内田です。平社員ではないか。はい、ありがとうございます。この2人で、YouTube をちょっとね立ち上げていこうかなという形で、まずはスタートの動画という形でやっていきたいかなと思います。普段は私サイガ鍼灸整骨院という業務をやっておりまして、そこの院長をさせていただいております。で、隣にいる、スタッフは、主任という形で、やってもらっている内田氏です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この YouTube 立ち上げに関しては、普段我々が行っている業務、まあ、治療なんですけども、それに関しての例えばストレッチであったりとか、治療の内容であったりとか、これって結構いろんなところで先行して、整骨院さんであったりとか、整体院さんであったりとか、さまざまな方々がもう先輩、YouTube 動画上げておりますので、なので我々は普段、じゃあこの先生たち普段何やってるの、普段何が気になるの、そういったものを配信していければいいかなと思って立ち上げてみました。で、休憩時間中であったりとか仕事の合間であったりとか、そういう形で立ち上げていくので、まあ、できれば週 1,2 回程度上げられればいいかなとは思っておりますが、そこはこう仕事の進行を していく中で流れを見ながらという形になりますので、どうかよろしくお願いします。さて、はい、進行をお願いしたいと思います。はい、そうですね、院長がこんだけ喋れるんだと思って今びっくりしてこうバトンタッチされてるんですけどね、はい、もうめちゃくちゃ緊張します。じゃあ進めていきますね。はい、よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介、動画の初回動画の基本として自己紹介が大事になってくるので、やっぱ自己紹介をやっていこうと思います。はい、はい、で、ただね、自己紹介やるのって面白くないなんで、ちょっと僕用意してあるのあるんで、はい、取ってきてもいいですか。いいですよ、どうぞ。はい、はい、打ち出し人が、焼きそば持ってきましたね。まさかこれ何ですか。これはペヤングの、あ、焼きそばの普通ではないですけど、はい、ちょっと香辛料が入ってる焼きそば。香辛料が入ってる焼きそば。そう。ほう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 。なんですけど、こんな感じになってます。マスクしてるんでちょっと匂いわからないんですけど、ちょっと匂い嗅いでみますね。なんか嫌な感じの匂いしてますね。これは名称なんですか。これは地獄。あ、地獄ってついちゃった。そう、地獄ってついてましたね。確かこれよく YouTuber の方がよくやってるやつじゃないですか。そうです、これ YouTube ですから、ね、初回の立ち上げでこれですか。そうです。あ、じゃあ頑張って食べるってことですね。いや、そこはちょっと一応趣旨としては、はい、これを食べてから自己紹介する。あ、なるほどなるほど。そうですね、自己紹介を。あ、わかりました。わかりましたじゃねえよ。そう、それこれを食べてからですね。そうです。はい、こんなにこうね院長思いのスタッフがね、後押しをしてくれるので、今からちょっと食べてみたいと思います。お願いします。はい、わかりました。マスクを外させていただきますね。失礼いたします。はい、大変美味しそうなね、ツーンとした匂いがねしますね。私ペヤング大好きなんです。はい、ちなみにね、私の嫁さんもペヤング大好きで、ペヤングはうちに、大体常備してあって3、4個くらいあるかな。はい、あ、そんなにあるんですか。そんなにあります。はい。いや、こうツーッとするな。じゃあいただきます。はい、はい、召し上がれ。はい、はい、いただきます。失礼します。おう、どうでしょう、味の方は。多分こういうね、あの辛い動画見られてる方、いっぱい辛いもの食べる動画ね、いっぱい皆さん見られてると思うんで、結構我慢すれば食べられちゃうんじゃないかなってね、言葉がおかしくなってますけど、思うかもしれませんけど、やばいですよこれ。いや、食べましょう。はい。
僕も結構あの院長にねこうプレゼントでペヤングの焼きそばもらうんですけどもね、休みの前の日とか結構食べて、次の日、うん、嫌な思いではないですけど、うん、とても辛い一日になるんですよね。復讐？復讐ではないですけど、やっぱりこう視聴者さんのためにこうどう面白くするかって考えた時に出てきたのはやっぱこれかなって。まさか整骨院をね立ち上げ、整骨院立ち上げじゃない、整骨院系のねこういう健康系のチャンネルでまさかこういうのが出てくるとは夢にも思わなかった。そこ普通の人だったらこう一口食って自己紹介するんですよ。全部食って自己紹介しますからね、院長は。ハードル上げたね。このくらいで喋ろうかなと思ったんですけど。でもね、これ美味しいかもしれない。ああ、すごい。これは美味しいかもしれない。やっぱ日頃食べてるだけありますね、院長。うん。あ、そんなことないですか。そんなことないですよ。このペヤングが1個。1個くらい入ってるやつで、はい、違う味の辛いやつが入ってるやつ、はい、あれを食べたら本当に具合悪くなって、なるほどな、心臓バクバク。午後診療あるんですけど大丈夫ですか。この辛い系は私もお腹に来ないんですよ。あ、はいはいはい、どっちかっていうと、ま、とにかく痛い。あ、口が水欲しいです。水ダメだ、自己紹介するの。これ辛いやつって水合わないんですよ。あの中盤なんですけど、これありますか。あ、今今はいいかな。あ、逆にそれない方がもしかしたら食べやすいかもしれないですよ。はい、じゃあ置いときます。はい、お、もう終盤に取り掛かってますね。終盤です。しっかり野菜もキャベツも、はい、お、食いっぷりがいいですね、院長、さすがです。これからね、はい、多分ね、家帰るとね、なんかご飯用意してあるんですよ。はい、無理です。はい、あ、完食ですね。いただきました。大変美味しくいただきました。はい、すいません。じゃあそしたら自己紹介の方お願いします。はい、すいません、こんな姿で。ああ、今になって辛くなってきた。はい、重なっちゃいますけども、雑賀鍼灸整骨院を鹿嶋市で、やっております雑賀と申します。今現在、令和3年だから、今50歳ですね。50歳でやっとこういうのをやり始めるってね、どういうことなのみたいなね、ところがありますけども、そうですね、先ほど何でやり始めたかっていうのがありますけど、今ねコロナが騒がれて、で、どこにも行けずに、我々としてもね、例えば、業務内で親密を深めるために、じゃあ飯でも食いに行こうよ、もしくはこうね休みの日に合わせてちょっと社員旅行じゃないけどどっか行こうよとか、そういう企画とかも、これこういうね、会社を立ち上げるとやっぱ考えていたわけですよ。ところがどっこい何もできない、たまにね昼飯ちょこっと食べたりとかっていうのはたまにあるんですけども、なかなかね、2人でもしくはこうスタッフ全員でっていうのをなかなかできない。そんな中でね、治療はもちろん、しっかりと2人、ともね真剣に当たってますので、ではなくて、そういうこと以外に、何かこう発信できないかなと思い立った時に、休憩時間ね我々3時間あるんですよ。そういうタイミングを見計らって、例えば面白いことないかな、こう楽しいことないかな、もしくは彼はスポーツが得意なのでね、スポーツをやってるところで何か面白い事件がないか、ね、そういったのにつないでいければいいかなと思っております。はい、そしたら主任に、今度は自己紹介をお願いしたいと思います。主任、はい、お願いいたします。はい、すみません、こうね、クオリティの高い自己紹介の後にっていうことで自分が自己紹介するんですけれども、私平社員の内田と申します。そうですね、
ライサインじゃないですよ、肩書きありますから。ありがとうございます。で、年齢の方なんですけども、私は、こう見えて25、今年26になるんですけどもね、はい。で、身長が176センチ、体重が75キロ、趣味は、まあ自分サッカーやっていまして、サッカーと、そうですね、まあペット飼ってて、まあペットと一緒に散歩するのが趣味ですね、はい。で、今後の、そうですね、こういった YouTube 活動でもそうですし、仕事面とかでもそうですね、院長のサポートしてこう役に立っていけたらなと思います。この YouTube に関しては、あの、皆様に面白い、動画を提供できるように、考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ね、はい、あの、めちゃくちゃ自分緊張してるんですけど、院長がスラスラ言えて正直びっくりしてて、はい、なので、徐々にこう殻を 取ってこう動画配信できたらなと思いますので、はい、頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。編集とかもね、あの、彼がやってくれるっていうね、意気込みでね、はい、やってきますんでね、はい、もちろん私もね、できるところは協力しながら、はい、やっていければなと思いますんで、はい、そうだ、先ほどあれですね、はい、身長体重言いましたね。あ、言いました、はい、僕言いました。私も言うんですか。あ、言いますよ。あ、そう思ってました僕。あ、言わないのかな、いつ言うのか、カンペでこうちゃんと書いてあるのに言ってくれないなっていう、はいはい、わざと読み飛ばしたんですけどね、はい、そうですか。身長はじゃあ、別に隠す必要ないんで183センチになりますね。お、はい、で、体重は約100キロくらいになります、はい、最近太っちゃったんですよあの、数字でしっかりした数字、昨日の夜測ったらば98ありましたね。あ、98、はい、あ、もう確定です。はい、今は98のまんま、多分来て、今このピアノのせいで多分100キロいってます、はい、そんな量ないですよいや、今のこの辛さで多分重量増したと思います。そういうことですね、はい、なるほどなるほど。あ、さっきから鼻水止まんないすごい、あの、ね、しっかり喋れてますね。なんかもうちょっと、って言いながら喋んのかなと思ったんですけど、ね、ああ、なるほど。50歳ですから何でもできるんですよ、もう恥も外聞もない、はい、はい、なのでね、マスクするの忘れてましたよね、今更ですけどしますからね、はい、というわけでね、今後こうね、さまざまなこうね、情報発信、できればなと思っておりますので、はい、雑賀と内田院長と主任が頑張ってやっていきますので、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまたに、またです、はい、もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい。